さて、はい、不思議なところにやってまいりましたが、ここはどこ？はい、ここは大豊町というところですね。はい。一種、異次元を醸し出している、うん、お宝屋敷ですね。お宝屋敷。なるほど。なんか、昭和レトロという、はい、最近ね、言い方をしますが、まあ私は昭和生まれなんでレトロって言われるのはちょっと嫌なんですけどね。昭和で何が悪いんだこれやると思うんですけど、昭和がそのまんま、ね、そうなんあるんですが、そしてこの方がこの屋敷のオーナーさん。はい、そうです。なんていろいろお世話になってますが、中西先生、どうぞよろしくお願いします。中西先生。先生、嬉しいな。先生、館長？え？先生、なんて呼べば館長？私館長ってのはあの便秘の時に使う。館長も中西も一緒なんで、おんちゃんで、ね、おんちゃん、おんちゃんで、ね、中西のおじさん、中西のおんちゃん、最近修学旅行生がおんちゃん言われて可愛いですね。まあ中西館長、館長、ここは正式はなんていうあのお名前、名前あのなんかあるんですか、このあの施設の名前。はい、これはお宝屋敷、お宝屋敷、大豊、お宝屋敷、大山なんで大豊。わかりやすくていいですね、誰でもわかる。そして、この昭和グッズを集める、なんで集めようと思ったの？これはね、もっと話を全部言うたら4時間ばかかるから。あ、それはあの短く言います。10秒ぐらいでね。ここの家が古い家が一軒買いだから、はい、これ私が譲ってもろて、はい、シャクにしよう思うて潰そうと思ってたから、はいはいはい、だけど待てよと、この古い家をなんとか生かす方法はないかと、ああいうことでいろいろ思うたら、昭和の自分らの時代に身の回りにあったものをここへ展示してたらどうかなと思う。なるほど。それからこれは集め始めた、今から何年前？17年前。ほう。2016年の4月にスタート集め始めて、半年でこれを集めた。これを半年で集めるのが努力をしたというふうに私は思うんですが、どうも先ほどちょっと伺ったら、こういう土地だから、土地柄、写真館をね、経営なさって昔からいるんで、探してんだったら、あるよあるよみたいに、皆さんが持ち寄ってくれたってのもあるんですか？ということで、この、嶺北地区、四国の山の中なんですよね。そうですね。この地区のこの、農家とかいろんなお家にはこういうものがいっぱい置いてあったんですね。それもすごいですよね。これは全部もらいもんです。もらいもの。うちの嫁さんももらいもん。おいえ。もらいもんですよ。嫁さん広いもんじゃまずいじゃん。もらっちゃう。もらいもん。もらったんですもんね。うん、味噌3キロ持っていて、親に渡して。奥さんと味噌交換したの。奥さん味噌3キロの価値？ちょっと北海道や嫁さん。そうですね。北海道。奥さんお元気でしょ？奥さんお元気ですよね。今も。3年前にね、うん、あの入おる、もういや勘弁してくださいよ。さあ、それでは館長、はい、館長、これはこの写真もすごいですね、はい、すごいすごいすごい、おんちゃん、山本俊ちゃん、あ、これはね、ファミリアですね、ファミリアの番。私もね、車相当詳しいんですよ、90代ものってか。でも分かんないのがある、コニー360って、コニーってね、これコニーってこれね、もう今ないでしょ、このメーカー ね、 ないね。あの戦後ね、360cc とか軽自動車のメーカーが乱立したんですね。 その時のコニーですよ。アグネスラムとツーショットのこれは誰ですか？これは、あ、郷ひろみ、知らんわ。これもしかしてご主人？もしかせんでもわっしゃちょっとアグネスラムと一緒に写ってる。3ヶ月付き合うたん。そうだったの？言ったもん勝ちや。言ったもん勝ちや。もうだけどね、アグネスラムったら俺たちね、もうちょっとこれ以上放送では言えないようなね、もう聞いただけで話が出そうですよ。お世話になったで。お父さん、そういうこと言っちゃダメ。話出そうですよ、アグネスラムって聞いただけでね。そして、で、ご主人さっきおっしゃってたけど、あの、ここには戦争物は置かないと。置かない。ね、あえてね。うん、すごいなぁ、ちゃぶ台。もう、こういう時は謝る時は許してちゃぶ台。あ、そして私これ知ってます、うん、この瓶、うん、これ中に餌入れて皮の中につけとくとお魚が入る。それも一つ。はい、実はこれハエ取り瓶違う、ハエを取るの。ハエ取る。いや、魚も取ってたこれね、うん、でそうですよね、うんうん、今これね、地域によっては禁止なんですよ。あ、お魚いっぱい入るんですよ、出てないから。ハヤとかね。これは昔の携帯です。出ましたよ、ショルダホン。ショルダホンね、あの、今ほら出てくるじゃない、平野なんとかってあのタレントの子がね、あれが使ってる、しもしもってやつよ。いけますよ、今何。
嘘ですけどね、契約してないから使えないと思いますけどね。もう言わん。そしてご主人出ましたよ、このボンっていうこのねショルダーバッグ、これ私ね知ってます、持ってましたね。それからですね、緊張蚊取り線香は、これは違うよ、これあの割とね、違う違う、これは最近の子、俺知ってんだよ、名前が出てこない。そして僕は今でも覚えてる、キドカラーのこのね、そうですよね、このキドカラー、なんだこのテレビ、テレビです、キドカラー、わかります。そして驚くなよ、もうね古くてきっとみんなわかんないでしょうね、若い人はね。ここにあるブロマイドはすごいですね。そして熊の置物、これあ、ちょっと待ってくださいよ、ペナントがあるじゃないですか、うん、ねえ、そしてジャパンエアラインのこのバッグ、これビートルズが昔ねオリジンした時に かけてましたね。あの掃除機は何ですか、三菱掃除機風神とかそういうやつね。当時はなんか電気製品に日本の名前つけてましたよ ね、いっぱいね、うん、いやすごい、これはもしかして、これは最近あの近所の散髪屋のおばちゃんにもらったが。なるほど。そして、最近では非常にデリケートなのでとても使いづらくてですね、消えてしまったものが忘れますね、うん、宝の抱っこちゃん、ね、あれはちょっとね、いろいろね、いろいろあって、ね、いろんな問題で、あれもそう、あのカルピスも、ね、そうなんですね、カルピスのあの看板のあの黒い人もちょっと問題があるということで、うん、使われなくなった。カルピスは一時これ40万しよったっけね、この看板、オール看板40万、うん、なるほど、今でも20万はくだらんでしょう。なるほどね、すごいな。そしてJ ケタン35年間ブラディを注いできた男が注ぐヘネシーって、あれ間違いなく1980年代か70年代後半ですね、うん、バブルな頃のヘネシーの CM ですよ。そして他に何かあるかな、ちょっと待ってくださいよ、もうなんか私だんだん乗ってきました、嬉しくなっちゃいましたね。もう打ち合わせもなし、あ、これは関口ですね、モンチッチですね。そうですよね、そうです、モンチッチがあって、これはなんとボンドカー、アストンマーチン DB5 ですよ。そうですね、大好きなんですよ、実はこういうことがね、どうでもいいことをよう知ってるみたいな。そうなんですよ、そのとおりはっきり言われて、どうでもいいことによくしてすいませんね、本当にね、学校の成績良くなかったんですよ。ゆかわるおじさんにね、この3人分かりますか、これ私の息子がね、もう今40過ぎたんですけど、これはね、ジャジャマルピッコロポロリのね、ニコニコプンね、そうなんです、子供がよく見てましたからね、ここに来て感情してくれんか、ありがとうございます。いや、あの、なんなら僕は継ぎますよ、先生、襲名です、大好きなんですよ、襲名。あ、そして今度こちらに来ました、やってきましたよ、さてさて、これはすごいですよ、何があるんだろう、すごい、この後、まあ、あの、だいぶ終わってるんですけど、すっげえ、サントリービールの、あ、これはご主人、はい、これはもしかしてこのサントリービールのこの缶は松田聖子が歌うのを歌ったあれですよね、そう、ドンキスミベイビー、思い出します、旦那もですよ、館長に雇いたいわ。そうですか、ありがとうございます、嬉しいな、ウルトラレオがいて、そしてこう、あ、プリンプリン物語、これも子供の、あ、ちょっと私はこれいいですか、ちょっといじってもね、サスケだよ、サスケ、サスケだよ、おいらお父さん名はサスケ、雷門剣謀ですよね、声がね、当時ね、よく覚えてる、覚えてる、覚えてる、思い出した。そして見てください、これを、これはあのあれですよ、これ中身入ってとかすごいね、ライオンの歯磨きで剣直子とね、これね、錦織くんだよね、おいえ、なんだ、なんとか隊、うん、ね、少年代から知らんけど、うん、出たね、三四は出て、これこう、はい、このね、これがすごい、あ、チケットライオンここに入ってとかまたいいですね。さあ、そして今度カメラ、カメラはあまり詳しくないですよ、私はね、よくわからないんだけども、すごいぞこれ、銀塩カメラってやつだな。お、このね、あのオリンパスペンはね、うちにありますね、これも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 あります、家にね、これおしゃれね、意外とね、ね、そうですね、ここは館長、ペトリカメラはありますか、ペトリは。ペトリはありません。もんはない。いや、ペトリがいいもんってわけではないです。あ、そして出ました。カシオのミニカリキュレーター。これ当時何万円もしてますからね。うわ、すごい。あ、出た出た。もうね、この大正こと大正銀といえば、これはもうね、の、あれですよ。小川正雄メロディーといえば、おばあさんたちがみんなこれやっていて。そして驚くなよ。ちょっと、ちょっと、私なんか、喜んでくれよ。俺たちは小学校4年生と。エキスポ70出たよ。こんにちは。あ、こんにちは。
世界の、まあ、別に歌いと言ってないですけど、やっぱりこれでしょ、すごいというのは日本万国博覧、うん、ありえんやん、どうしてこれがあるの、入場なんでこれがあるの入場券かの、これなんか どうして、それは各あのなんていう展示館の入り口で、はい、入場券をこれ入れたわけ。はいはい。これはどうして手に入ったんでしょうね。これは、あの、壊すときに、取り壊しのときに私、知り合いが、ちょっと来いや、いうことで言ってもらうてる。本当なんですか？これ外国の展示館やった。どこの展示館だったんでしょうね。すごいですね。でもこれよく考えると、桜なんですよね。確かね、これね、モチーフがね。覚えてますよ。記念切って買いました。人類の進歩と調和。ね。もう最近はね。あんまり嬉しくてシェーやっちゃう。ね、本当だよ。シェーね、シェーね。昔はね、人類の進歩と調和なんて言ったもんですけど、これ、こういうとちょっとカットしなきゃいけない。観光学生区、人旦出た。人人人旦人旦がたったとだよね、確かね。マルキン醤油に日家。日本家よりだよ、日家。よく覚えてんだ。いやいやいや、俺もね、なんか火ついたぞ。出たね、フォークソングブック、大工ま、あ、マイク巻きだ。大工じゃない、マイク巻きね。そして、僕はね、実は個人的には嬉しいのは、北村聖望先生大好きなんで。なぜかって僕たち、井の頭公園の近くだったでしょ、井の頭公園に北村聖望先生のね、アトリエがあったんですよ。出ましたよ、行ったよ。行ったよね、子供で遊び行ったよね。なんか入れてくれたんです、先生が。お前入れ入れって、じいさん。ひげ生やしたじいさんね。はい、どうでした。そしてこれはなんだ、クリープじゃねえか。クリープのないコーヒーなんて。ね。クリープは唯一確か、乳製品なんだよね。これはヤクルト。懐かしい。うわ、これは驚くな。これはもしかしてまだヤクルトアトムズの頃、もっと前。いや、まだまだ、もっと前、もっと 前だ。これ俺が知らない頃のヤクルトだな、うん、後ろ、これ飲ませる、これになんか入れて飲ませれば村上君もまた打てるんじゃないの。どういうことかな。あ、ボロサスルービーだよ、札幌ビール、ストライク、あ、覚えてる、札幌ストライクって、これ手で開くんだ確か、うんうん、違いました、なんかね。いや、俺もそんな、あのね、王冠がね、こうやってプチって手で開けられるようになったはずですよ。そしてここに尺八があって、下にはですね、これはね、私の年だと分かんないですけど、一番の問題点はうちのおふくろが言ってました、うん、DDT という今では考えられない劇薬を、うん、子供の頃、はい、あの、何、うん、シラミがいるって学校でかけられたと。そうそう、今こんなの子供にかけたらもう社会的な問題ですよね。虐待って言われる。そう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 、殺虫剤、ね、殺虫剤ね、はい。そして、これはどこのお釣りかなんですか、これ土佐伝ですか、これはね、あの香川県やろ、林道駅ね。あ、これはもしかしたら、チンチン電車の車掌さんが持ってる、ね、この中にね、お金が入っててね、切符が入っている。そしてですね、もう、ちょっと止まんなくなっちゃったら嬉しくてな。あれはね、わかります、私。山本藤子さん。で、その隣はね、私の生まれた年ですよ。で、その隣がね、三田明。で、こっちは西郷輝彦。それはわかりますね。御三家ね。名酒菊水に、うわ、キリンレモン。このすごいね、この芋のみたい、鋳型でできたようなこのね。そしてこの目が確かね、ぐり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 やると目が左右にキョロキョロ動くんですよ。覚えてますよ。そうでしょ、このかき氷機。あら、これ動かない。先生、動いてませんよ。さあ、あ、動いた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 。これでかき氷作ったんですよね。覚えてますよ。わしらはこれ知らんですか。あ、もうね、僕らが子供の頃ですから。で、これはほら、象印、見える、水筒ってね、中身が見えるんですね。象印賞ってさ、これおじさんうちに置いて、お客さんが来たら説明してもらおうか。俺より知ってるわ。それがいいの。あ、大体さ、嬉しいのはこの G ってのはこれグロリア魔法瓶だと思いますよ。ほら。グロリアあったね。ね、魔法瓶は当時ね、犬印とグロリアとね、ピーコックとね、それからね、象印とね、5、6社あったんです。タイガーとかね。ね、タイガーね。そうですね。そしてあの、ああいうのに氷入れてね、なんかかっこよくさ、水割りなんか飲んでた時代がある。タイガー魔法瓶のあの、柄もさ、前から見た虎は間抜けな感じだよね。それから皆さん知ってますか、トリビアですけど、このね、象印のこの象の絵、うん、でこのイラスト描いたのが、あの例のとぼけた安西はじめさんですから、ね、あれだよ、あのほら、空耳あがる安西さん、あの人がデザインしたね、有名なんですよ、これね。いやいやいや、ハウスカレー即席出たな。この、これ冷蔵庫ですよね。冷蔵庫、
このまたね、冷蔵庫に対して貼ってあるのが、これは1980年代のものばかり。これは若いな。やっぱりこういうのはね。いや、これが古いのに、シールが若い。これね、でも私たちの世代。タイヤといえばピレリ。イタリアのね。うん、そしてアドバン。ね、SS とこれね、ダイビングのメーカー。レイン X っていうのはこれはね、車の前にね、これを塗ると、ワイパーなしでね、水を弾くんです。ね。カロッツェリア、これパイオニアのね、オーディオです。あ、オーディオ。嘘か、本当か知らんけど、よーし。よかった。役に立っててね。面白いやろ。面白い。意外だからもうたまんないですよ。大好きなんですよ、この。ねえ。うぅ。いや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 、じゃあ一度これで。いや、館長、素敵ですね。いや、素敵って言われるのはありがたいけど、やっぱりこれね、うん、管理が大変。そりゃそうですよね。黒いもんだけに。カビ生やしちゃいけないとかね。もうカビの匂いもするし、うん、まあそれが昭和やけど、ね、でもね全然しないから、うん、あれでしょう、光熱費とか大変でしょ、エアコンとかかけるの、ね、これじゃあちょっと次行こう、はい、もう一軒行こう、はい、わかりました、なんか飲み屋行くみたいでいいですね、もう一軒、館長失礼します。はい、どうぞ。何でもええもん好きなもん持って。いいんですよ、私にやらなきゃいけない。座るんですよ。はい、これもええな。はい。変なおじさん。変なおじさんに変なおじさんって言われて。こんな変なおじさん来たの初めてや。え、そうですか、うん。変なおじさんに変なおじさんって言われて。みんなもっとまともやな。そうですか、すみません。いろいろありがとうございました。はい、はい。どうも。いや、とっても楽しい。はい。本当にありがとうございます。サンキュー。